こんにちは。こんにちは。立中流落書き部、はい。はい。本日も始めてまいります。はい、本日もですね、うん、なんと質問を。ありがとうございます。概要欄の方からコメントにいただきまして、はい、落書き雑談の第100回にいただきました。はい。読ませていただきますね。はい。いつも素敵な動画をありがとうございます。ありがとうございます。自分は 3D 畑の人間ですが、うん、アニメーションやポージングにおいて気づかされる点がとても多く参考になっています。はい。立中先生は CG を当たりとして作業されることはありますか？うん、あります。というご質問です。もう終わっ、もう答えちゃって。どんな風に使ってるかちょっと。はい。で、当たりを下敷きにして、うん、そこにキャラクターを乗せていくっていう作業はもちろんすごくありまして、うん、最近というか、まあ、ここ5、6年はすごくそういうこともたくさんやってます。うん、はい。いわゆるモーキャップデータみたいな。そうです、そうです。はい。うん、で、そこでやっぱちょっと難しいところがありまして、うん、今日はそれについて喋ろうと思います。お、うん。はい。噂に聞くモーションキャプチャーデータ。データ。データ。はい。で、はい。じゃあこちらに行ってみましょう。はい、で、岩本先生にちょっと、うん、資料というかお勉強の資料をちょっと撮影させてもらったやつなんですが。はい。これで、まあ、モーキャップデータで、まあ、普段は、これが 3DCG モデルでこう、来ると。うん、仕事の、仕事の僕の担当のところに来ると。思ってください、うんうん。そうですね。もうちょっとだけ、説明をすると、はい、モーキャップって説明する必要ない言葉なのかな。ちょっとわかんないけど、うんうん、まあ、例えば私がこんなんだってこんなんだってやってますっていう動きについて、マーカーだったり、ちょっと一昔前だと結構いろんなマーカーがあって、いっぱいつけてたりとかしたんだけれども、最近はマーカーレスって言って、マーカーなしでの動きのデータをポイントポイントについて取ってくれる、うん、られるような、機能のあるソフトがありまして、はい、それを CG で作った、なんか素体みたいな、そうですね、あんまり飾りのない、まあ、誰にでも応用が効くようなキャラクターモデルがあって、うん、はい、そこにそのデータをつけてあげることができるんですよね。うん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 、それのことを今、田中先生がおっしゃってるんですね。でまあ、だからキャラクターは誰っていう特定のものでもなく、そこに動き、まあね、田中先生みたいな。スポーツの選手かもしれないし、うんうん、ダンサーの方かもしれないし、はい、普通に歩いてる人かもしれないし、その誰かの動きをこう乗せ込んだものを CG のあたりっていうふうに。そうですね。はい。それが、うん、まあまあ、今日は実写なんですけど、これがまあ CG の、うん、何もない、四角いやつが来ると思ってください。うん、で、まあ、そうですね。こういう動きが来るんですけど、大体来ると思ってください。で、こう来た時にですね、僕らがやるのは、1秒、24コマ、うん。で、そのデータっていうのが、1秒24コマ、1コマずつこう別の絵が入ってくる。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うんうん、1枚、1枚ずつこう送るとどん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 違う絵が入ってくると、うん、はい、まあ、当たり前ですよね。それでこれをまあ一コマずつ絵が変わっていくのを一コマ作画って言うんですけど、僕らは一枚一枚違う絵を描いていく。それで二コマ作画ってあるんですよ。はい、二コマ作画、うん、これは2コマずつ違う絵が入ってくる。うん、はい。まあ、あれですよね。1秒間に25個の絵をパラパラ漫画して。24ですね。24枚の絵をパラ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 って全部が変わってるか、はい、それとも、まあ、2コマで1秒間全部のやつをやるとすると、12枚でパラ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 。そうです、そうです。1秒12枚あで、こう変わっていく。うんうん。のがこう、こう、こう。これ、で、絵が、まあまあ、先ほどよりも、この区間でも、これ1秒、あ、1コマずつ変わっていくのが、2コマ、1個飛びぐらいでこう、絵が変わっていくと。うん、
はいはいはい、まあ、動き幅が大きいと言いますか。そうですね、うん、で割と2コマをメインで使ってるのはやっぱディズニーとかのクラシック、うん、手書きのアニメーションは2コマ置きにこう絵が変わっていってで要所で1コマ使ってくるみたいな、うん、これまた話したら長いんであれなんですけどもうポイントでグッてこう1コマを使ってくる。まあ何せちょっとこう1コマ作画ってこうスムーズすぎて逆に違和感があるみたいな、うん、あのイリュージョン・オブ・ライフにも書いてあったんですけど、だから2コマぐらいがちょうどいいんじゃないかみたいな感じで、うんうん、あの2コマで作画されていることが多いです。ほいでこれがテレビアニメーション、うん、日本のテレビアニメーションになると3コマずつなんですよ、うんうん、3コマ置きにこう絵が変わってくるっていうのが割とスタンダードで、これがまた絵が飛んでくるんですよ、はい。今度は1秒に8コマ。8枚ですね。8枚でこう。はい。2コマだとこう。絵の細かさがこう全然変わってくるというか。うん、はい。ってなってきて。で、1枚ずつ書き起こすことはなくて。うん、だいたいテレビの時は3コマが多かったです、うん、多いです。それでスムーズに見せたい時はちょっと2コマにしたりとかっていうのがこう作業としてあるんですけど、うん、2コマまでは割とこの下にある絵を割とそのまま描きながらもらったデータをそのまま使っていくんですけど、使いやすい感じですよね。ほで、で次の絵に写る時でも割と下にある絵をすごく割とそのまま使っていくようなイメージで描いていくんですけど、これがですね3コマになるとすごく絵が飛んでくるんですよね、うん、飛んでくるときに何をするかというと、絵が飛ぶ分なんだろうな、スピード感とかがやっぱ落ちちゃうというか雰囲気が変わっちゃうんですよね、動きの。なので3コマの時はこうわざとこう、この間の12原則でもやりましたけど、指先こう手だけを下の元の絵にある元のデータというか元の画像よりも遅らせていくとか、はいはいはい、ここですよね。だから絵が少なくなるたびに2コマでも若干 やりはするんですけど、うん、次の絵に行った時にここの腕をもうちょい残すとか、うん、はい、で実際の実写にある、日本語難しいな、あの実写にあるスピード感を表現するために、うん、使う枚数が減った分、うん、あの、もらった画像とは違う上で、アプローチしていかないといけないみたいなことが起こる。難しいですね、説明が。でもやっぱそのまま使うと、うん、やっぱすごくこうあの平坦な、なんて言ったらいいんだろう、そのまま描いたらこれドローイングにも言えるんですけど、うん、あのジェスチャードローイングとかにも言えるんですけど、そのまま描いたら弱いっていう、うん、
伝わらないことがすごくこの、うんうん、なんだろうな、枚数を減らすことでそれがすごくこう起こってくるというか、うん、実際の表現、実際の動きよりもどん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 こう、なんて言ったらいいんだろう、迫力とか雰囲気がどんどんそがれることが起きるような気がして、僕はだからその以前言った12原則のフォロースルーとか、あとはスローインスローアウトですよね、あの緩急の強さをより強めに強めにしていって、この動作を補填していくというか。なるほどね。だって、でなんとなくわかんない、私はそういうことしたことないので間違ってるかもしれないけど、はい、今立中さんの言葉を聞いた時に、例えば誰かがこっから飛び上がってここに着地しましたっていうのがあるとするじゃないですか、はい、ね、はい、そしたらさ、ここの始めと中と終わりだけを抜いたら、もしかしたらものすごいこの人垂直かもしれないじゃん、はい、だけどこの3つを踏ん張って飛んでドーンっていうのをやろうとしたら、この3つでいかにその踏ん張りました、踏み切りました、飛びました、ドンってしましたっていうのをすごくこの3つに込めてあげないと、その3つの感覚って伝わらない、はい、けどもしかしてそれが一コマ一コマずつズン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 ってやってたら、そこにそこの集積としてそのパワーがなんかこもるのかな、なんて。そうですね、何かこうその間にある絵の持つエネルギーを、うんうん、その一枚にこう役割をこうちょっとこう集めていかなきゃいけないみたいなのが出てきて、それがやっぱこう面白いんですよね。面白いところでもあるんですけど、難しいところでもあるというか、だから下に24コマフルコマというか1コマで変化していく絵がある中で、その中でその絵とは違う絵を用いながら元の動きを表現し直さなければいけない。おお、ややこしいですね。難しいですけど、だってさ、それをその上にだよ、多分この岩本先生のバレエの動画とっても素敵だから、まあこれが100点満点って思ってもいいかもしれないけど、もしかしてモーキャップで来たやつって70点とか80点の動きが撮れてるものが来て、それをアニメーション化した時には100点に見せたいなっていう時もあるわけじゃないですか。あと、まあ、キャラクターもそこに載せてあげるみたいなのもあるので、いや難しい。そこがやっぱ頭の使いどこというか、はいはいはい。でも今聞いただけだから難しいと言っちゃったけど、それもでも楽しい。面白いですよ、面白いです、面白いです、すごく面白いところで、うんうん、それでそれを0からいち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 考えなくてもいいように、アニメーションのなんとか原則とか、あ、そうですね、はい、こういう時は残すんだよとかっていうのがこう、はい、ある程度はパターン化できる。そうですね、考えるもう指針というか、うん、基本にはベースにはなってくるんですけど、うん、そうなんですよね。今手だけで、タイムラインセル表示の様式の設定、ちょっと設定をちょっと増やしていくと、まあまあ実際の動きよりも、うん、実際の動きよりもあの3コマでいった分、こうスピードの変化をちょっと大きめにつけて、はいはいはい、ちょっと3、また、見え方変わるんですよね。1コマの見え方、2コマの見え方、3コマの見え方ってまたあるので、その減らした分、絵と絵の距離を広げて、その分のスピード感を、こう、補填していくというか、説明して、直していくとか、なんかそういったことをやってます。はい。ややこしいですよね。まあ、説明すごく難しいんですけど、うん、そういうふうに、こう、書きの、いわゆる 2D のアニメーションに落とし込むための、あとコマ数もちょっと絡んでくるんですけど、落とし込むための工夫みたいな、う
あとはやっぱこれは実写だったりするので、実写の持つ、情報量の多さに対してちょっとこう制限をかけていくというか、うん、どうしてもこう僕の書いてる仕事でやってるキャラクターだと実写よりも情報少なくなるので、うん、そこを減った分細かいことも減らすみたいな、うん、みたいな、ね、説明は難しいんですけど、はい、そういうことをやりますね。はい。まあ、超面白いんですよ。で、2コマでも、3コマほどではないんですけど、やっぱちょっと、かけていきます。描かれないかった画像の持つ、要素より、うん、表に出る絵に出していくというか、乗せていくみたいな工夫はしていきますね。うん、はい。で、もちろん、ロトスコープっていう方法もあるので、それはそれでいいと思うんですが、うん、僕のやってる、その、キャラクターアニメーションというか、もう、本当に、日本のアニメーション、アニメの中では、そういうアプローチが、僕は、そういうアプローチを僕はしています。はい。ですかね。もうね、もう日本語難しい。はい、説明するとちょっと難しいですよね、はい。専門分野の話だし、ちょっとニュアンス的なこともたくさんあるんだろうし。うん、はい。でもまたね、ご質問いただいて、答えられるところは答えていただいて、はい、皆さん聞いてる方々の何かのヒントになったり、はい、あるいはね、アニメーターになってみたいな、そんなに面白いのかなんて思っていただけたら嬉しいですね。はい、ではでは、はい、今週はここまでです。縦中流、また来週もご覧ください。はい、さよなら。お疲れ様です。